Peggy 18. まずちゃんとしたアクションゲームが作りたいっていうところで、ぬるくなアクションゲームを作りたいなと思っていろいろアイデアを考えてる中で、まあ今までやってきたものの最新作として新しいものが何かできないかなっていうところから入ってた感じですね。やっぱりそのピュアアクションゲームっていうところが今回一番目指したところで、まあ、デビルの正統的な続編、まあ、いろんな、アクションゲームある中でデビルメイクライらしいものを作った上でこの2019年に発売して、ユーザーの皆さんに感動していただけるようなタイトルに仕上げるっていうのが一つ大きなチャレンジではあったと思います。 With the kind of graphics that you can only get with current gen hardware. I'm gonna make something amazing out of this. そのカプコンが今までずっとこうやってきたその 2D アニメーションの技術とキャラクターデザインのその独自性、うちの会社が持ってる独自性が融合した本当にリアルで融合した初めての作品かなと思ってます。企画書に最初に書いてあった文言としてその最新最高最強っていう、まあ最っていうのにつなげて3つ、前世代機で4を作る時もその時点ではリアルなものっていうので意識して作ってはいたんですが、やっぱりあの世代が変わって全然もっともっとリアルな表現ができるようになりましたので、まあ、パッと見僕らは真剣にハリウッド映画と張り合うつもりで絵作りしてましたので、そういう絵になるようにっていうのを一番意識します。デビルメイクライ自体の成り立ちがバイオハザードから派生してるので、開発の経緯的にはね、なのでそもそもはリアルなトーンを目指してるゲームやったんですよね。だから根本的には実写風のデザインでっていうのはまあそもそもあったんですよ。プレイヤーの足回りの制御、あのこう銃構えてこううろうろするっていう、あの辺はデビル4の時は割とあの速度重視というか操作感の方を重視して割と割り切った作りにしてたんですけど、今回やっぱりフォトリアルってところがあるんで、そこはあの担当のプログラマーがこだわって、はい、こうつなぎが綺麗に見えるようにっていうのは結構長い間触ってましたね。アクションもゲームのしやすさをあの最優先して作ると、あのモーションをキャンセルして次の絵につなげてっていうのをやるとすごくレスポンスが良くなるんですけども、ことリアルにすればするほどそういうゲーム的な動きが不自然に感じるようになってきます。まあやっぱりそのテンポ感とかですかね、プレイヤーがどういうスピードであの動いていくのかで、その時どういう気持ちでプレイヤーはコントローラーを握るのか、当初からそのディレクターのいつのがもう今回かっこいい、本当にかっこいい、デビルメイクライにしたいっていうので、そのスキャンするモデルに関してももう本職のプロのモデルさん、ファッションモデルさんを使ったりだとか、絵的な表現としてもハリウッド映画のような、今回スキャンで人物を撮る時にそのキャラクターに合ったものをその集めてくる、でその集めた中でどんどんそれをこう中身を詰めていくっていう作業が結構大変だったかなと思いますね。We've utilized new technology to implement new facial tech, for instance. These facial expressions that Capcom has never really been able to achieve before really complement the kind of one-liners and stuff that Devil May Cry is known for. That's what I really love about it. Is it Halloween already? 今回新しい試みしてたから、あのフォトスキャンとかしてたし、動かす関節の数もすごく多くて、リグに作りにもすごい苦労したんで、本当にこの細部な動きまでが表現できるリグということで、まあ、特に僕がポイントとしているのはその口の動きですね。例えば、まあ、口をただ開くとしてもすごい一瞬粘着性があるような動きをするんですね。これが今回 3D アタリグでは表現ができるということで、例えば会話する時でもそういう口の粘着性の動きを取り入れることによってよりあの精度の高いフェイシャルになるのではないかということで、僕はそこを追求をしました。もう一個苦労したのがカットシーンのフェイシャルモーション、今回すっごいクオリティじゃないですか、ほんまの人間みたいみたいなってなった時に、あれ今回あの一緒に声と顔を撮ったんじゃなくて別収録してるんですよね。なんで後から声を当てることの難しさが
過去のゲームに比べてもう何倍も難しくなってて、めちゃくちゃ苦労しましたね。This is Red Queen. Oh, nice. This is Red Queen. That is the Red That's Queen. That's it. 実際に使ったやつ。Right. That is what they used for the Red Queen when they were doing the motion. It was 10 years ago, so he's not sure if his body will make the movements he needs to, but he's going to go ahead and try that. 俺の頭の中ではずっと 3D でその完璧な形で動いてる。ただそれの出力の仕方がドットの時代は、まあ、ドットで平面だった。でキャプチャーがない時代はポリゴンで 3D だった。で今は、キャプチャーで 3D で動かせるようになったんで、より俺が頭の中に思ってる完成に近づけやすくなったっていうのが技術の進歩によってちょっと変わってきたことで、やって実際今回ネロがあのロケットパンチに乗るでしょ。それのモーションもここで撮ってたんだけど、あの実際それを演じてくれてたアクターさんが落ちちゃった、落ちて転んじゃった。その転び方がすごいリアルで、それいただきって言って今実際使ってるあのパンチラインの、失敗して落ちるモーションはその時の失敗モーションとかを使ってる。 Behold my genius. Cash first. We have Nico, this brand new character Nico. One thing we were curious about was how are people going to receive her, you know, are people going toFind her as appealing as we're hoping they will, and they did. Luckily, they did. もともとニコっていうのはもっと最初の設定では不良少女的なイメージであって、今のような少しコミカルなキャラクターではなかったんですよね。で、ここにその今のニコっていうのを作ってくれたのは紛れもなくその、モーションキャプチャーのアクターであるフェイさんっていう方がいらっしゃって、そのフェイさんがそのニコっていうキャラクターに今のちょっとコミカルな演技を付け加えてくれたんですよ。Perfect timing. Now we're starting to act like a team. Ew. You like flirting with me? Knock it off.個性的なキャラクターなので、その個性的なキャラクターがそばかすがあってメガネをかけてて、で、ま、メカニックが大好きでっていう、そういうキャラがやっぱり DMC のその世界で可愛くかっこよくで、まあ、ネロたちと対等に渡り合いながらみんなに好かれるキャラクターになっていく姿が本当にいろんなセクションの方の力でやっぱり毎月毎月どん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 すごく良くなっていってて、ライトがついて可愛くなって、今後 DMC がどうかっていうところでいうと、まあ腰っていうかもう精神は多分もう変わらなくて、世界一のアクションゲームを作ろう、世界一のアクションゲームであろうっていうところはずっと多分変わらないと思うんで、そこに向かっていくと思うし、そのゲームが上手くなればなるほどかっこよくなるゲーム。結局自分のかっこいいとか気持ちいいとかっていうのをどこまで信じれるかっていうところで、ひたすらもうそれを信じて、これかっこいいでしょ、面白いでしょって、ねえねえねえっていうのをユーザーの人と一緒に共感できるように、ひたすらそうですね、自分のかっこいいとか面白いとかっていうのを追求してるんですね。これはもうずっと変わらないですね。自分がプレイしたいゲームを作るっていう方針で作ってます。Jouer sur la console la plus puissante au monde.